画面の向こうの皆さん、ごきげんよう、ゆきのです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年一発目は、2月のイベントに向けて箱を作ろうと思います。何回か作ってみて、あ、これが一番簡単だなっていう方法をご紹介しようと思います。それではスタートです。まずは梱包したい大きさを決めます。最低ラインがこちらのサイズが入るものにしようと思います。これだとピアスとかイヤリングも入るので、とりあえずこの小さいサイズでやりたいと思います。で、用意するものがとりあえずこちらクラフトボードかホワイトカードです。どちらでも大きさは同じので大丈夫です。こちらは段ボール生地、まあ、固めの生地、こちらポストカードのハガキの高さになります。こちらもセリアで購入しました。お近くのセリアでちょっと確認してみてください。今回はもうこちらのサイズがあと1枚しかないので、残念ながらこちらではなくホワイトカードの方で作ろうと思います。こちらが下の箱の方になりますね。はい、こちらですね。真ん中1、2、3、4、1、2、3、4、1、1、この真ん中になります。で、こんな感じで、わかりやすく線も引いていきますね。実際切るときは別に線とかなくて大体でいいんですけど、この部分あるじゃないですか。この部分をこういう感じで斜めに切ります。こんな感じで切ります。では、こうやってこの角をこんな感じで合わせてください。今と似たような感じで
蓋の部分も作っていきましょう。よし。先ほどはだいたいぴったりぐらいだったんですけど、さっきよりも気持ちちょっと線が引けました。もしさっきのやり方だと折りづらいなと思った方は、こういうものを用意するとか。ものとか何でもいいんですけど、おすすめはまあどっちかというと、何でもいいです、本当に何でもいいんです。こういうものを用意します。それで、線に合わせます。ペンではないのでもうこのままガーって全部引いちゃいます。先ほどはあの線が残ってしまうので全部引けなかったんですけど、今回は別に跡が残るだけなので問題ないので、そのまま引いちゃいましょう。いきます。作り方はさっきと同じです。はい、できました。こっちが下でこっちが下、こっちが下でこっちが下になります。物を入れます。蓋をかぶせます。こんな感じです。はい、と今回は、だいたい同じぐらいのサイズになりますね。もし蓋の方が幅小さくしたいわって場合はそれも調整してみてください。今回はだいたい一緒ぐらいになりました。ではこっから、このままでも別にいいんですけど、これがちょっと気になるんで折り紙を貼っていこうと思います。
タンの方もできました。かぶせてみます。ちょっと折り紙が入った分きつくはなりましたが、まあ、ちょうどいいぐらいのきつさではないでしょうか。こんな感じでやりました。ダメですか。です。で今回はこれちょっと深すぎたので軽くちょっとだけ綿を入れたいと思います。こんな感じで。いかがだったでしょうか。今回は、梱包のための箱作りとなりました。不器用な私でも、まあ、可愛いというか、まあ、大体可愛くできたかなと思います。折り紙が、まあ、いろいろありますのでね、それによって、はい、いろんな形ができるのではないかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。